それでは今日からスタートする新コーナーラインです。スポーツには野球のベースラインやサッカーのゴールラインなど必ずと言っていいほどラインがあります。そしてトップアスリートしか知らない世界と私たちの間にもラインがあります。このコーナーではその世界に足を踏み入れたアスリートを追います。第1回はサッカー元日本代表松田直樹。彼がラインを越えた時見えたものとは。その白いラインの向こう側は我々にとってあまりにも眩しい世界だった。2002年、その崇高な舞台で激しく躍動した男、松田直樹。この男の経歴は華やかだ。横浜マリノスに入団すると高卒ルーキーながら J リーグ開幕戦に先発出場。以来長きにわたりクラブの象徴として日本屈指のディフェンダーの名を欲しいままにしてきた。しかし全てが過去形になる、そんな日がその男にも訪れた。去年12月、ミスターマリノスと呼ばれた男は泣いていた。16年間在籍していた F マリノスからの戦力外通告。サッカー続けられるかっていうのも正直分かってないですし、本当チーム決まるまでは多分何も楽しくないですね。この時松田は33歳。 J1 からのオファーはなく、引退すらささやかれる中で決断を下した。長野県松本市にある松本山雅というチームでプレーさせていただくことになりました。松田直樹です。松田が移籍先に選んだのはJリーグより下のカテゴリーにあたる日本フットボールリーグ JFL の松本山雅。会社、チーム、ファン、サポーターが一丸となって必ず J2 に上がりたいと思っています。決して簡単ではなかった決断。こうして33歳元日本代表の新たな挑戦は始まった。そんな男を待ち受けていたのは想像以上の厳しい現実。本当に正直、クラブハウスもない、トイレもない、グラウンドもある、今日はどこの練習場だっていう、そしてスパイク使っちゃいけないっていう。16年間 VIP 待遇を受けていた生活が一気に180度変わった。やばい、あと洗濯もやるのすごいなってやっぱ思う。そうっすよね。夕方に干そうと思って干したの。したら夜になっちゃって帰ってくる、飯食って帰ってきた時にその洗濯も凍ってたからびっくりした。あれ、そして松田の心を強く揺さぶったもの、アルバイトとしてジェラートを販売しているのは松本山雅、佐藤選手。現在チームの半数近くがアルバイトをしながらプレーをしている。もう一つは去年からやっていて、それはテニスコートの管理をしている。やっぱりちょっとご飯を食べていかなきゃいけないので、その面では大変とか言ってられない。ありえない、ありえなかったけど、こっちで当たり前だから。でもなんか俺より多分じゃねえな、サッカー好きなんだなと思う。俺も負けないけど、でもなんか本当に本当に来てよかった。俺これ伝えたいんだよな、これは、この良さを。日ごとその思いは強くなる。チームのワンピースとして松本山雅を勝たせたい。何祈願されたんですか？何祈願したんですか？ J2、 まだ J2。 シンプルっすね。シンプルっす。あんまりお願い事しちゃったんだから。私はもうそういう感じで。その強い個性ゆえに過去には日本代表の監督とたびたび衝突。
無断でチームを離れたこともあった。そんな松田が JFL の環境を心の底から楽しんでいる。あの明るさであったりとか、まあ、勢いの良さっていうんですかね、やっぱチームにはすごくいい影響を与えてくれてると思うから、頼りになる兄貴だなっていうふうに思います。まあ、彼が今までこう起こしてきたあの行動や言動に対してはいろいろ言われてる部分はありますけれども、やっぱもうここをね、松本山雅というクラブを上に上げたいっていう気持ち、またそれに対してのその何だろう、純粋な部分っていうのは非常に大きかったので、あとは結果を出すだけ。しかし JFL はそんなに甘いものじゃない。4月、松本山雅はホームで開幕戦を迎えた。松田直樹はラインを超えた。1点を先制した松本山雅だったが、後半16分に同点ゴールを献上。松田も徐々に精彩を欠き始める。体は重苦しく、かつての面影は感じられない。試合残り2分、自らの脳裏をかすめる禁断の言葉、俺はこのままで終わってしまうのか。今日の敗因を挙げるとするとどうでしょう。これは自分です。まあ、自分が良ければ勝てたと思います。それはプライドなんかではない。以前と何一つ変わらぬ異常なほどの負けず嫌いの男が再び目覚めた。やっぱり勝つために自分はこのチームに来たと思ってるし、そのぐらいの気持ちじゃないと、まあ、マリノスの時もそう思ってやってたし、たとえ戦う舞台が違ったとしても、結果を出してこそプロのサッカー選手。第2戦、長野パルセイロとの信州ダービー。スタジアムには JFL では異例となる1万人以上が詰めかけた。センターバックで出場した松田のミッションはもちろん無失点。しかし立ち上がりわずか4分でまさかの失点。開幕戦の悪夢が松田の脳裏をよぎる。前半終了間際に同点とするものの、後半も防戦一方。松田は魂のこもったプレーで仲間を鼓舞し続けた。勝つためには自らがプレーで見せなければならない。その思いは仲間に届く。試合も止められたもんじゃないかもしれないですけど、本当にみんな気持ち込むって一丸となって勝てたことがすごいでかいですね。なんか楽しんでればいいのかなと思ってたけど、全然そんな甘いものではないし、移籍っていうのは移籍の中でその勝利をするっていうの難しさも今回感じたし、初勝利を挙げた松本山雅だが、その後は苦戦が続いている。それでも今の松田はそれすらもモチベーション。まあ、苦しいんだけどね。うわもうやめてとかなんかふざけて言うけど、なんかなんだこれみたいな。でもそれってすごい幸せな悩みだよね。どこもチームないってなった時に、まあ、山雅とかくれたけど、その苦しみに比べたら今後のことの不安とか、サッカーのこの悩んでる不安とか、不安っていうかな、悩んでることとか超楽だよ。悩むは悩むほど、苦しむは苦しむほど、なんか最後笑った時になんか半端ない喜びが待ってるだろうなっていうのは
感じるし、すごい素晴らしいテーマが与えられたなっていう、自分にとってこれを打破できるのは自分しかないし、逃げるのは簡単だし、うん、今はそれとの戦いに勝ちたいなと思いますね。元日本代表松田直樹34歳、男は今そのラインの向こう側で輝いている、はい、という松田選手の再出発ですが、野村さんはどのようにご覧になりましたか？そうですね、自分が引退を決断した時はですね、やはりもう燃え尽きた中での引退だったんですけども、はい、やはり彼はまだまだ燃え尽きてませんよね。ですから当然現役続行して、そしてプレーしてるんだと思うんですけども、はい、やはりチーム場所がどこであれですね、彼にオファーがあるということはですね、彼必要とされてるわけですから、うん、そうである限りやはり燃え尽きにまでやはり頑張ってほしいですね、はい。そしてあの VTR 見ていて、とにかくいい顔してるなという印象がありましたね。充実感が満ちてましたよね。続いては注目のニュースを見ていきましょう。スポルトキャッチアップ、今夜は5つで